こんにちは。副業サポーター、堀秀夫です。今日は副業サポートにも、まアマゾン輸出サポートにも、まあ一見関係なさそうな話題なんですけど、まあ非常に重要というかね、まあ今日たまたまこの階段を使った事故の現場を見てね、まあこれ言っとくともしかしたら動画を見た人でね、私の動画を見て、 言うこと聞いて、階段を通るときは必ず手すりを使うというのでね、えー、事故が防げたり、怪我が防げたらいいなということでね、えー、ちょっとシェアさせていただきます。私は、駅の階段では手すりにつかまります。ギュッとつかまれない場合も、まあ、必ず、ね、すぐに手すりを、えー、握れる場所で上り下りします。 これは娘にも言ってまして、少しぐらいね、遅れてもね、遅くなってもいいから必ず手すりをつかめというふうに言ってます。これは、まあ、安全管理の基本中の基本でね、階段がある場所では必ず手すりに手を添えるというのがね、なんか、どっかの世界的大企業が、えー、経費節減のために、えー、損害保険に入ってないという記事を昔見まして、 なぜ損害保険に入らないのか。損害保険に入らなきゃいけないようなことは、えー、従業員にさせないと。ね。えー、だから通勤、通勤の際にはこの必ず手すりを使う、まあ、工場についてもそう。で、安全確認等も、えー、損害保険に入らなくてもいいというね、えー、内容で、えー、会社を運営しているというのを見まして、先ほど検索したんですけどね。まあ、そんなね、えー、まあ、 Google にとっても CM メディアにしても大広告主であるね、えー、損害保険の会社、あるいは保険の会社のね、えー、マイナスになるようなその会社の記事はなかなか見つきにくくなってみたくて見つかりませんでした。まあ、ただ、まあ、階段は必ず手すりを、えー、使うというのはね、私は非常に理にかなってるなと。まあ、それはそうだろうなと。 家の中でもね、階段の転倒事故が原因で、まあお年寄りなんかはね、それが原因でそのまま寝たきりでお亡くなりになるって例も多いですし、また、子供にしろ、まあ普通の年代にしろ階段の事故っていうのは普通の人が思っているより非常に多いというのでね、私は階段は必ず手すりを利用してます。で、今日ね、今私は山口、山口県にいるわけなんですけど、秋吉、 ライの小洞の近くにいるわけなんですけど、まあ今日東京からね、山口に移動してきまして、その途中乗り換えした、えー、品川駅、品川駅で、えー、階段の下でおじさんが血を流して手,手,手当てされてました、駅員さんにね。でまあ手すりじゃないところ多分、えー、伝って、何人か他の人もいたんでね、誰かが原因なのかそのおじさんがね、足を滑らしたのか分かんないですけど、まあ何しろね、 まあ深刻ではないまでも3針縫うかなぐらいの怪我をしてた様子でした。で特にね、これから梅雨時は危険度もアップします。えー、何しろね、えー、水で滑りやすくなってますんで、まあ、それで滑ってね、えー、怒ってきちゃうと、人が怒ってきちゃう、あるいはね、人は怒ってこないけどお危ないということでね、えー 荷物だけ落としたスーツケースだけ飛んでくるということもあります。また、えー、荷物もスーツケースも大丈夫でもね、えー、わざと突き飛ばす人もいると。これ信じられないことでしょうけど、実際ね、います。まあ、ちょっとね、結構ね、日本の混んでる電車の乗り換え駅なんて嫌んじゃった人にも遭遇する可能性があるんでね、そういった心配もあります。じゃあ、でもそうはいってもね、手すり使ったら、 こことここは空いてないけど登れないよと。ここガンガン登ってんのにというのもあるでしょうけど。まあ、手すりのない部分を利用するメリットってのは要はね、混、えー、んでるうちでもここ上がりはすぐ着くってことでしょうけど、まあ、そのわずかなね、時間の短縮を目指して、で、万一の時のデメリット。ね、これ下手すりゃ死にます。ね、あの、上から、えー、勢いよく落ちてきた、えー、スーツケース直撃したら、ね、 まあ、多分、無事じゃ済まない。お亡くなりになる可能性が高いと。で、昔から階段っていうのはね、階段でみんな階段で将棋倒しになって死ぬとかいう事故が頻繁にありますんで、まあ、これはもう、えー、次の時は特に危険ね。ね。私の知人なんかでも、えー、階段の事故でね、えー、結構重い怪我をした方いますけど、まあ、状況を聞いた時ね、えー、防ぎようがないですよねと言われたんですけど、まあ、その時はね、私は手すり、 使ってますけどねとしか言えませんでしたけどまあ防ぎようはあるというか実は階段を使う場合は、えー、手すりを利用するっていうのはもうこれ安全管理面では基本中の基本でもほとんどの人はみんな手すりじゃないとか登ってるし大丈夫だろうということで見切りで登ってますけどね大丈夫だろうというとこで時に登ってダメだった時のダメージがあまりにでかいんで、まあ、これは全くね、えー、みんながやってるから大丈夫だろうというのはおすすめできないです ま私はね、あの、この副業サポート、ね、甘随質サポートについても、その、みんながやってるから大丈夫だろうとか、いうので危険な方法をね、特に注意するように、呼びかけてサポートしてますけど、前提にあるのは、ね、それ、やることによって得られるメリットと、ね、それ、やることによって、えー、こうぶるかもしれないデメリット。まあそれを比較して、まあメリットに対するデメリットがね、え、大きすぎたら、まあそれやらないと。 逆にデメリットあるけどね、メリットのは出かけはやるということでね、えー、いつもサポートしてますけど、まあそういう考えで、デメリット、デメリット天秤にかけて比べる考えでいくと、もう圧倒的に割に合わないのは、えー、階段で手すりをつかずに登り降料理をするというのはね、これ全く、えー、その、 メリットちょっと時間が短縮されるってことに対して、万が一の時はね、本当深刻な怪我をすると、あるいは亡くなってしまうということを考えるとね、えー、全然おすすめできないんで、えー、ぜひ、ね、階段を上り下りするときは手すりを使ってください。特にどんなに急いでいても、もうね、えー、雨で床が濡れてるときは必須です。結構注意してみてるとね、 すこへ階段のこの事故って多いんでね、えー、気をつけてくださいというかね、えー、手すりつかまるようにする以外はもう気をつけてもしょうがないんでね上から人落ちてきて混んでるとこ登ってたらもう余けようもないしね、えー、どうにもなんないんでまあ、必ず階段を使うときは手すりと、まあ、それをセットでね考えていただければと思いますまあそんなわけで今日ねたまたま見かけてこれから梅雨の時期になるんで、まあね、この動画を見てなるほど手すりを使おうというのでね、えー 怪我の確率を減らしていただければと思いましてシェアしました。以上、輸出サポーター堀秀夫でした。